お疲れ様です。皆さんパリ五輪楽しんでいますでしょうか。さて今回は決勝トーナメント進出を決めたオーストラリア代表の選手会やっていこうかと思います。ちょっと日本代表負けてね、楽しみバスケになくしてしまった方っていうのも、これを機に他の国の代表選手の名前を覚えて楽しみの一つとしていただければいいかなと思います。わかりやすくフリップ作ってきていますが、ラジオ聞きも可能でございます。それでは行きましょう。まず一人目、エースハンドラー、ジョシュ・ギディ。今シーズン終わりまで OKC サンダーにいたんですけど、トレードによってシカゴブルズへ移籍しました。身長は203センチ、ポジションはポイントガード。タイプとしてはビッグハンドラーというところじゃないでしょうか。この2メーター超えの身長でポイントガードできる人材っていうのは NBA でもかなり貴重でございます。相手ポイントガードにディフェンス疲れようものなら常にミスマッチを誘発できるし、クロスマッチアップでウィングの選手に疲れたんだったら、じゃあ自分につくべきだったポイントガードの選手がついている選手にパスを出せばミスマッチになるよねというところで戦術的に使いやすいんですよね。そしてドライブもかなり力強いのでスコーリングはそこ中心にやってきます。対してパリ五輪でアウトサイド別に調子悪くはないんですけど、本来だったら苦手としている選手ですね。そしてサイズの割にそこまでディフェンスも得意ではありません。弱点のある選手ではあるんですけど、普通にこの若さでオーストラリアのすでにエースを張っている選手です。彼のペイントタッチを中心にキックアウトして外にいる選手にボールを回すっていうのがオーストラリアのオフェンスシステムでございます。ただちょっと今年のオーストラリアはそのギディのペイントタッチに頼りきりな部分もあるので、本来だったらこのサイズのウィング選手にオフェンスがあればね、もっとギディ輝くんですけど、もったいないところではございますね。 NBA ではスター選手と呼べるほどの選手ではないですけど、まだ21歳とかなり若いですから、今後のオーストラリアの未来を担っていく選手でございます。ちなみに昨シーズン途中でちょっと未成年飲酒がバレてうんぬんかんぬんですが、純愛だったので大丈夫だそうです。お次はスタメンシューティングガード、パティ・ミルズ。昨シーズン途中まで NBA のマイアミヒートというチームにいましたが、まだ FA ですね、所属先は決まってはおりません。身長183センチで、ナチュラルポジションはポイントガードですけど、ギディの台頭とサイズの大きさもあって、シューティングガードをやってるって感じですね。タイプとしてはスモールシューティングハンドラー。35歳とかなりのベテランですけど、前世紀はシューティングで NBA でも一線級で活躍した選手です。そして本来だったらエースポイントガードオーストラリアで任せられていただけのハンドリング能力も兼ね備えています。ただやはり183センチ、サイズのなさっていう点と、年齢とともに衰えは感じますね。スコアリングはなかなか自らやらなくはなってきました。しかし要所でのスリーポイントは健在でございますね。ちょっとパリ五輪は波のあるシューティングではあるものの、なかなかオーストラリアね、クリエイトできる人物、スコアリング能力のある選手が少ないですから、貴重な得点源としてまだまだやれる部類ではございます。多分年齢的にね、ラストオリンピックないしラスト国際大会にはなってしまうので、報われてほしい人物の一人ですね。お次はスタメンスモールフォワード、ダイソン・ダニエルズ。所属はニューオリンズ・ペリカンズ。身長は201センチ、ポジションはシューティングガード、スモールフォワード。タイプはスモールウィングディフェンダーといったところじゃないでしょうか。かなり運動能力、走力のある人物で、オーストラリア堅守速攻が持ち味ですから、その中心となっている人物です。ディフェンスも結構上手いですね。ビッグウィング八村タイプとかは守れないですけど、 1.5 番から3番ポジションぐらいまでは全然守ること可能でございます。 3&D と呼ぶにしては3ポイントの安定感はまだないですし、自分でクリエイト、ドライブとかする能力はそこまでないっていう感じの選手かな。本当に悪くないプレイヤーっていう感じですね。この若さでオーストラリアのスタメン張ってる時点で全然いい選手なんですけど、どうしてもオーストラリアウィングのオフェンス力課題ですから、まだポテンシャル秘めてますけど、今後ギディの負担を軽減できるレベルでオフェンス力が身につけるといいですね。続いてスタメンパワーフォワード、ニック・ケイ。現在 B リーガーですね。所属は島根スサノオマジック。身長206センチ、ポジションパワーフォワード。タイプはストレッチ4といったところですね。かなり高精度のスリーポイントも持ってますし、結構横の動きも機敏なので、ローテーションディフェンスも得意だったりしますね。ただ自ら得点をクリエイトするタイプじゃないし、ランニングシューターセットとかもそこまで見られないので、固定放題になりがちではありますね。コーナーとかウィングで待機してる状態。このオリンピックではギディからのキックアウトのパスを待ってるだけの状態も多いので、ちょっとアテンプトあまり増えてないんですよね、ここ参戦。だからゴリゴリドイツのオブストみたいなシューター運用してるっていうよりかは、サイズが割とあるのでランデールの補助も買ってできるシューターとビッグマンのツーウェイプレイヤーって感じかな。オーストラリア他にも NBA 経験者がいる中で B リーガーがスタメン張ってるのは普通にすごいことだとは思いますけど、もしかしたら決勝トーナメント高いチームと当たる時にはドゥープリースの方が優先されて2ビッグ起用される可能性もあるかもしれません。
お次はスタメンセンター、ジョック・ランデール。所属は NBA のヒューストンロケッツ。身長211センチ、ポジションはセンター。タイプはドロップビッグっていうところですね。ドロップっていうのはあまり機動力のないビッグマンっていうのが、ドライブしてきたガードとかウィングに前に出てチェイスするのではなくて、ゴールの方に下がりながらディフェンスするタイプの選手のことですね。長所はリムフィニッシュですね。ゴール下でのオフェンス力は結構あります。 NBA だとそこまで決めきることはね、重量級多いからできないですが、国際レベルのセンターだったら全然無双してるレベルですね。まあ、ただ短所は先ほど言った通り、速いタイプの選手についていけるほどの横の動きとかはないですね。だからこそオーストラリアニック・ケイとか、この後紹介するドゥープリースとかが彼の補助で出ることもあります。直近だとね、ギディに次ぐ得点源にもなってたりするので、ロケッツでは結構干されがちなんですけどね、来季使われることになるでしょうか。お次は控えウィングのジョシュ・グリーンですね。日本のお笑い芸人のティモンディ・高岸に似てると言われていますが、ヒゲを生やしてからそんなに似てないんじゃねって思い出してきました。所属は昨年までマーベリックスだったんですが、コンフのねトレードに巻き込まれてしまい、ホーネッツに移籍することが決まりました。マブスファン涙目。身長は196センチ、ポジションはシューティングガード、スモールフォワード。タイプはスモールウィング D というところで、ダイソン・ダニエルズやれることは被るんだよね。彼もかなり走力があって、トランジションの先頭を走ることができる選手。僕はよくサッカーでいうサイドバックに例えてるんですけどね。トップのディフェンスが密集してる地帯から自らオフェンスクリエイトすることはちょっとできないけど、サイドから攻める分にはね、初速のドライブとかも速いのでスコアリングするのは得意です。まあ、ただ上勢がダイソン・ダニエルズの方があったり、彼の方がハンドリングが上手かったりするので、グリーンの方がちょっと使われてない部分は多いかな。そう、ハンドリングができないとね、ハーフコートオフェンスで置き物になっちゃうんだよね。さっきの肉系みたいにスリーポイントが入らなくもないので、シューター運用とかしてあげても面白いかなとは思いますけどね。そうなんですよね、オーストラリア、このダイソン・ダニエルズとジョシュ・グリーンっていうのがどっちもそんなにクリエイトが得意じゃないから、ウィングのオフェンス力に困ってしまうことはあります。お次はね、昨シーズンまでジョシュ・グリーンと同じチームメイトでもありました、ダンテ・エクサム。所属はダラス・マーベリックス。身長196センチ、ポジションはポイントガード、シューティングガード。タイプはセカンドハンドラーディフェンダーですね。長所としてはかなりペリメーターディフェンス得意です。失礼な話、日本代表のテーブス海の完全上位互換かもしれないですね。サイズも彼の方が大きいし、シュート力っていうのもタイトに決めることはできないんだけど、なぜか知んないけど NBA とかこのパリ五輪でも重要な場面で3ポイントめっちゃ決めるんですよね。クラッチ力は半端ない。レイカーズも昨シーズンこの人にやられた瞬間なんかがあるんですよね。ただテーブスさんと同じようにワンガード任せられるほどのハンドリング能力がないから、 NBA では元ロッタリーピック、ドラフト14位以内のかなりの好指名だったんですけど、定着することができなくて一回オーストラリーグに帰った。でそこから昨年久々に NBA で返り咲いたって感じなんですよね。プレーオフでもかなり活躍はしました。彼自身もゴリゴリエースプレイヤーってわけじゃないですけど、ロールプレイヤーとしてはかなり使いやすい穴のないプレイヤーですね。お次も昨シーズンから NBA に入ったデュオプリース。なんかデュオップなのかデュオップなのか微妙な発音してます。所属はポートランドトレイルブレイザーズ。身長211センチ、ポジションはセンター。パワーフォワードもやれますけどね。タイプはストレッチビッグといったところ。長所はこのサイズで結構スリーポイントが上手いので、そういうタイプのビッグマン今 NBA で重宝されますから、昨年ワールドカップの活躍が認められて NBA 入りできたって感じの選手ですね。そんな若くないですからね。まあ、ただゴリゴリにリムプロテクトできるわけじゃないですね。なんかできそうな見た目はしてますけど、ランデールの方が得意かなと。あとゴール下でのフィニッシュ力もランデールの方が上ですね。リースのいいとこはランデールよりもスリーポイントが得意ってとこです。で予選グループのギリシャ戦ね、負けてはしまったんですけど、ランデールとリースのこの2ビッグ起用っていうのが結構ハマったので、決勝トーナメント初戦の相手セルビアとなりますけど、ヨキッチ対策で2ビッグ起用増える可能性は僕は予想してます。あ、そうだ、日本代表のホーキンソンにも似たプレースタイルではあると思いますね。ちょっとぜひレイカーズに欲しいタイプの選手です。お次はマシュー・デラベドバ。所属はメルボルン・ユナイテッドですけど、1シーズン前にジャッカン・キングスとかで NBA にはいましたね。で、レブロンファンの方だったら覚えてるんじゃないでしょうか。キャバリアーズの優勝に大きく貢献した選手でもあります。ステフィン・カリー・キラーとも呼ばれてましたね。身長は193センチ、ポジションはポイントガード。タイプはハンドラー D ですね。本当にシュルーダー並みに鬼ごっこディフェンス得意な選手です。そのディフェンス力だけで NBA に残り続けたプレイヤーでもありますね。まあ、ただ短所としては自分でクリエイトはできないっていうのと、エクサム以上にハンドラーはきついかな。バリアーズでもレブロンがいたからこそ出せたみたいなところあるし、オーストラリアでもミルズとかエクサムとかギディがいる時間帯に同時に出さないとちょっと厳しいかな。でもピンポイントディフェンス要因としてエクサムと並べたりすると、オーストラリアのペリメーターディフェンスの強度はかなり高まりますね。準々決勝の相手セルビアにはバシリエミチッチっていうビッグガードの NBA 選手がいますから、もしかしたら彼対策で使われるかもしれません。
ラスト、界隈ではあえて飛ばないマイケル・ジョーダンと言われてますね。ジョー・イングルス。もう36歳なのか。所属はミネソタ・ティンバールブズ。もう、れっきとした NBA 選手ですから。なんか休日のおっちゃんみたいな見た目してますけど。身長は206センチ。あ、こんなでかかったんだっけ？ポジションはスモールフォワード。タイプはプレイメイクウィングといったところですね。このサイズにしてはアシストうまいし、ハンドリングも上手。そしてスリーポイントも打てるというところで、ギディとはまた違ったタイプですね。ギディの方が身体能力に特化してる。ジョーはもう本当に動かないですから、アジリティはゼロに近い。上にも飛べないし。短所としては、もともとクリエイトは得意じゃないですね。あと36歳というところまで衰えが見て取れます。もうちょっと国際レベルでもディフェンスってのはしんどいのかな。五輪でもほとんどローテ外となってしまって応援団長をやっております。まあだから決勝トーナメントね、どれくらい出てくるかわかりませんけど、渡辺優斗も手本としてたプレイヤーですから、最後の花道飾ってほしいですね。年齢的にも多分これが国際大会最後でしょう。はい、今回は10人紹介させていただきました。まだ紹介してない2人っていうのは、ジャック・マクベイっていう選手が、今季からロケッツと 2way 契約結んだんですよね。でも今季からなので、ちょっとどういうプレースタイルかあまり分かっていないので解説はできませんが、ここまでのオリンピック若干出ています。シューター系のウィングっていう感じですね。あと、ウィル・マグネイっていう選手もいるんですけど、彼は一瞬だけペリカンズにいたことがあるそうです。まあ、他はほとんどオーストラリアリーグでやってるんですけど、サイズとポジション的にはね、リースとかランデルの控えかなというところでございます。はい、黄色で色付けてるのが、今 NBA にはいなくて経験のある選手。青は B リーグ、白は現在 NBA 選手というところで、かなり NBA 経験ないし現役の選手も多いチームとなっています。まあ強みとしては本当にギディのペイントタッチを中心として、キックアウトを外に展開した時のスリーポイント構成、カナダほどじゃないけどバックコートディフェンスも強力です。でもそうなんですよね、カナダよりは劣るっていう部分あるし、チーム構成やポジションバランスもドイツと似てるけどドイツほどの完成力はないってところかな。ぶっちゃけ優勝候補にはなり得ないんじゃないかなと個人的には思っております。特にウィングのオフェンス力が弱点すぎますからね。ギディのペイントタッチであったりスリーポイントが入らないと超絶オフェンス停滞する時間帯があります。先ほど言った通り準々決勝の相手セルビアとなっていますが、守り勝てるかどうかっていうところですね。どれだけ良き超対策してミチチ等のプレーメーカーに好きにさせないかっていうところが鍵となっております。本来ねアメリカ代表経験もあっちゃったりするけど、カイリー・アービングとかもオーストラリア国籍持ってるから出れたら面白いと思うし、ベンシもね、いやベンシもいらないな、これギディいるから。はい、現状フィバランク5位でオーストラリア代表的にも歴代最強クラスなんですけど、果たしてベスト4進出なるかというところですね。皆さんの予想もコメントで教えてください。というわけで本日もお聞きいただきありがとうございました。1個の動画に複数の国まとめちゃってる国もあるんですが、一応ね11カ国分選手紹介しました。あのねセルビアだけやってないんですよ。ちょっとスケジュール的に厳しいところがあるので、このセルビア対オーストラリア、セルビアが勝ったらセルビアの選手紹介やります。なので僕は YouTuber 的事情としてはセルビア応援で行かせていただきますね。ごめんねオーストラリア。明日から準々決勝始まりますけど、全試合ラジオ解説やっていこうと思いますので、そちらをチェックしていただくためにもチャンネル登録お願いします。ショーツにもまとめておこうと思うので、そちらも見ていただけると嬉しいです。ではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。